内臓自分にもあるんですけど、それは自分の目で見えない内側のことなので、なんかこうそういうことについての展覧会というのは面白いなというふうに思いました。で、なんか内臓を病んだりするとすごい不安になったりとか、その目に見えた外側の傷とか怪我とかっていうことよりも、よくわからない腹痛の方が怖かったりとか、なんか違うところが痛いと、なんかこう自分の体のことなのに、なんか全く違う次元のことのようにも思えたりとかして、だから割となんか自分の体のことを全てそういうところから始まってるように見ているつもりだったけれども、なんていうか、それぞれのなんかこう器官が合体してここの中にあるわけだから、そういうなんか静かな動きみたいなのを意識はしました。今回はその2006年に作ったカナリアという作品を60点とあと展示したんですけども、そのカナリアっていうのがその人間より7倍のスピードで呼吸をする鳥で、で昔はその鉱山とかに連れて行って、で、まあ、そこに毒ガスがあったりとかしたら、先に鳥は死ぬと。で、まあ、先に鳥が死んだとしたらそこに毒ガスがあるから、すぐにそこから逃げなければならないっていうようなことを聞いて、その写真を撮ったりする行為というのが、その、まあ、その自分の、その肉眼では見えなかったものを撮るっていうようなこと、その目では見えないものとか手では触れれないものとか、そのとにかくその不在のものに、アプローチする方法のような気がして、でそれがなんかこうカナリアみたいな、カナリアという鳥に重ね合わさって、あるような作品です。だからその、まあ、自分がそのカメラを撮る、カメラを使って、何かを作って撮る人だとしたら、そのこの中の中にそのカナリアを飼ってるみたいな感じで、それとカメラが掛け合わさったような感じがあります。で、一つ一つの作品はいろいろな全部こう違うバックグラウンドがあるので、それがまあつながりのように、見えてもいる展示ですけれども、一つ一つは全く違うということがあると思います。撮影した場所は、東北、主に宮城と、あとはオーストラリアのブリスベンと、その郊外と、あとシンガポールと、あと少しドイツのベルリンで少しだけっていうのがあって、でもその国っていうことはあんまりそこまで、自分にとってはその国がどういう国のとかっていうことは関係なくて、むしろそこでどういう人と自分があったりとか、どういうものを見たりとかっていうことを主にそことクロスする、まあ、自分っていうの、まあ、姿勢とか態度とかっていうことが軸になってると思います。はい、映像はですね、カナリアの作品を撮っただいぶ後に作ったものなんですけど、約3000枚ぐらいの写真があって、でそれをなんかこうなかったことにすることもできず、ただ、まあ、写真はそのボタンを押したら撮れてしまうものなので、なんというかなかなかそこで立ち上がるイメージが強いだけに、いかなる写真も写真というだけで強いですから、なかなかそこから先に入っていけない時があって、でそれは読み解くとかそういうことではなくて、
で、なのでそのどうしてもやっぱり撮った時にどういうことがそこで、目の前にあったかというのを再び写真を通して、もっとそれより先のことを見たいんですよとか思い出したいんですよ。で写真を見ながら思い出すのもいいんだけれども、一つ方法として、まあ、その撮った膨大な量の写真を実際のその時間軸にできる限り戻してみるっていうことで作ったビデオというよりはスライドショーなんです。だから写真が連なって、でもその写真と写真のその時間の間にはその時間差がありますから、それがこうワープしてつながっていくから、そのフラッシュバックのように結果的になった。で、その写真っていうか、まあ10分ですけど、それをまあ見ていると、まあ、自分がどういう気持ちだったかというのをがそのよく思い出すことができるので、一つその何をで自分が何を見ていたか、どんなことと関わっていたかっていうのを思い出す、ツールになったっていうのはあります。うん、はい、あの写真の中の価値っていうのは本当に360度で触れてるんですよ。だからその人にとってはただの紙、ある人にとってはただの紙みたいな価値だし、ある人にとっては生身の人間と同じぐらいの重い意味を持ち得るっていうことで、その価値の触れ幅みたいなことが見える人によって、たくさん起こればいいなというふうに思ってる。だからさまざまな見方があるといったらそれまでですけど、その中の価値の触れ方、一度見て、もしくは二度見た時に違うかもしれないっていうことがただあるので、そういうことが起こるといいなというふうに